はい、おはようございます。山城と申します。ということでね、ここに、どこに乗るかというとですね、奈良県が天理市にございます、大和神社というところに来てます。大和ね、戦艦大和で有名な大和っていう字、大きい庭と書いて、実はこれでですね、神社の名前はですね、これ、大和神社と呼びます。これはね、何を隠そうですね、戦艦大和ですね、大和にゆかりのある神社ということでですね、有名なところでもございます。ただね、ちょっとね、着いたのが早すぎてね、先に動画が上がってると思いますけどね、ちょっとね、観光でね、大和さんと結婚式、かっこかりということでね、やっておりました。ただね、ちょっとあまりに早く着きすぎましてね、2、3でね、朝の4時にね、起きてね、準備してね、やっちゃったんですよね。そしたらね、なんとね、今6時、ね、いくらなんでも早すぎたと。ちょっと時間が早すぎたんで、ちょっと、改めてね、また、ちょっと来たいと思います。ってことでね、とりあえずね、この辺りとね、あとね、もう一つね、ちょっと、ね、奈良の方でちょっとね、野暮用ができてますもんでね、そちらの方とかね、用事を済ませながら、というかね、そっちの方もと、一連の流れで一応取っていくのかな、取っていこうと思いますので、やっていきたいと思いますね。よろしくお願いいたします。ちなみにね、もう一つの用事って何かというと、東大寺にちょっと用事があるんですよ。何かって言ったらね、ちょっとね、リスナーさんからですね、なんか問い合わせがありましてですね、あれ奈良の東大寺ってどうやって作ったんやったっけみたいなね、問い合わせがあったんでね。どうやったっけなってね。いやいやいや、これ使った、銅のなんかあれとか、そういうのとか、ちょっと細かくね、確認、ちょっとしないといけないな。これちょっと実物見やんとわからんやろということになりましてですね。ちょっと確認してきてくれと。してくるかということになりましたもので、視聴者様だね。私はね、うちのチャンネルも視聴者様一人が言ったらね、動いちゃいますからね。何してね、登録する人が少ないですからね。ということでね、できやんことはできませんけどね、最低限チャンネルでしかたまして、どういうことでできることをやろうということでね、東大寺とかを見て、ちょっとね、やっていきたいと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。初めてじゃないんですよ。前に来たことがありましてね、中は知ってるんですけど、普通に参拝するだけだったら多分別に行けると思うんですよ。ただね、ぜひここに来たらね、ちょっとね、いろいろなね、戦艦大和に関するね、実は結構資料とかね、揃ってたり、で、境内でね、呉でしか売ってないようなね、限定グッズとかね、実はここの神社で売ってるんですよ。ですのでね、大和関連です。大和サイダーはさすがに売ってないと思いますけどね。結構手ぬぐい、戦艦大和の手ぬぐいとかね、呉で、呉の大和ミュージアムとかでね、売ってるような土産物の一部はね、置いてありますんでね。それも紹介できたらと思ってますんで、ちょっと、もうちょっと昼の時間にね、改めて来たいと思います。ということで、まずはね、ここに来たらね、まずはちょっと飲み物をね、買っていきたいなと思いますよ。大和さんにね、一番近い、ところはですね、ちなみにね、天理青岩寺町というですね、ちなみに天理市で、もうご存知の方ばっかしだと思いますけど、いわゆる天理教の本部があるので有名なところですよね。実際にね、四日市から来るじゃないですか。そうすると、天理東インターで降りて、こう、ずーっと来るんですけどね。名阪国道の。そうするとちょうど州本部の前通るんですよね。そうするともうすごいですよね。やっぱしね、あそこはね、何回見てもな、立派な建物ですから。建物とかもう敷地がね、もう本当に、ね、すごい大きい建物がバン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 建ってますからね。うん。これはね、ぜひね、一度ね、天理教の方でなくてもね、結構見る価値あると思いますよ。こういう思います。まあ、中に入ったりするのはね、天理教の関係の方でないと入れないのかな、っていうことなんで、まあ、どっちにしろね、この時間なんですか。ただね、この時間でもやっぱしね、もうね、本部の方というか、信者さんの方ですね、いわゆる天理教の発表じゃないんですよね。多分専用の読み方があると思うんですけど、来た方がですね、結構歩いて掃除とかされてたりとかですね、してました。朝の早く方ですね、ご苦労様ですということですね。まあ結構ね、ですんでね、町自体結構本当にね、綺麗な町なんですよ。さあ、じゃあちょっとね、買い物していきましょう。ちなみにですけどね、奈良県って面白くてね、これ私のカメラが霞んでるんじゃないですからね、エネオスとかね、
セブンは普通やな。ここはセブン普通なんですけどね。ファミマとかも色が変わっとったりとかね、ローソンも色が違ったりとかね、結構あるんですよ。はい。よいしょ。こんな感じ。この先ね、今行ったところがもう、大和神社ね。大和神社。そこにも書いてありますよね。ね、標識も、ね、これで、大和じゃなくて、大和ってなります。これで、大和って読むはずです。あれ大和神社だったっけ違うよな。よし。いやー、さすが天理ですね。ここのね、お店面白いのが、なぜかね、展示ブロックがね、通路にあってですね、一応展示、なんか、視覚障害者の方対応みたいな感じになってるんですよね。おそらく、その展示ブロックがね、結構敷地の、ね、ここら辺にも来てるんですよね。で、このまま中もね、展示ブロックやってるんですな。なんか、あるんでしょうかね。なんか、その対応する必要性があったということなんでしょうけど。奈良観光駐車、観光駐車場なんてあるんや。これ便利そう。何これ。ちょっと、控えるのに取っとこう。観光駐車場にとって、そのままバスとかで、奈良市内を移動できるんや。どこら辺新、大宮駅、新大宮駅。どこ近鉄奈良線。新大宮って駅あって、こっちにもあるな。JR の奈良駅の周りにもあるんや。奈良市役所の駐車場とか、この辺りが使えるみたいですね。そう、赤いのが無料ってなっとるで、こっちやね。新大宮の近くね。どうなんやろ。でも朝の早い時間からやったら、行けるんちゃうかな。何せ、まだ朝の6時10分15分もう6時半だ、になってますけどね。まあ6時半だったらね、まだ、でしょう。さっきも言いましたけど、朝の4時から起きてますんでね。今ね、おにぎり買ってもいいかなと思ったけど、ちょっと。おにぎりも、ね、なんか、ね、こういうことを言っちゃあれですけど、コンビニのおにぎりだんだんちっちゃくなってますよね。ちっちゃくなりましたよね。特にこの増税の後。ね。っていうことでね、食べ物屋を探そう。本当ならこっち来たらね、西海ラーメンの本店近くなんでね、行ってみたいようなところではありますけどね。あとはまあね、その西海ラーメンもそうですけど、天理といえばね、スタミナラーメンね、天スタって言ってね。この動画でも紹介したことありますね。奈良市でね、近鉄の奈良駅の近くでね、食べましたけどね。ちなみにやっぱしね、店員さんもね、やっぱ一気に関西弁寄りになりますよね。奈良に入ると。奈良とか、まあ、伊賀を超えたらですけどね、私たちみたいな人間やとね、関西弁やなーって思うところで、ございましてですね。ただ、朝早いからな。あんま飲食店やってないですもんね、この時間。朝からやっとるお正とかないかな。西の方に来るとね、結構ね、営業時間の長い王将。10時からやっとるところは、でも深夜の4時までやっとるようなところとかは、やっぱこっちの方に来るとあるんですね。よし。じゃあ、行きますか。